部下にパワーハラスメントをしたとして、静岡市は50代の男性幹部を厳給の懲戒処分にしたと発表しました。調査結果を踏まえて、ハラスメント行為があったことを確認をいたしました。厳給 1>, 1ヶ月の懲戒処分を受けたのは、危機管理総出の50代の男性幹部職員です。静岡市によりますと、50代の男性幹部は特定の職員に対して 業務を支持する際、必要以上に厳しい失責や他の職員の前で失責を繰り返したということです危機管理喪失をめぐっては今年度中に職員3人が退職2人が長期の病気休暇を取得していて市は一部の職員について男性幹部によるパワハラ行為との因果関係を認めています